アート大阪は日本で最も古く歴史のある現代アートに特化したアートフェアで、今回20周年の開催になります。54のギャラリーが軒を連ねて、各ギャラリー一押しの現代アート作家作品を展示して、コレクターの皆様に販売しています。アート大阪に参加できる画廊は、主催者の厳しい審査で貸しを行っている画廊や、趣旨に合わない作品が多いとみなされた画廊は出展することができません。そんな中、芦屋画廊京都は13回目の出展となります。こちら、芦屋画廊京都のブースでは、4名の作家の作品をご紹介しています。平面作品の作家が3名と、立体作品の作家が1名となります。まず、正面の展示は、西原東洋の作品で、エイジングされた古い壁のような背景が特徴で、歴史の中で古ぼけて、現代では真実が不明瞭になってしまった神仏の顔を現代に表現しています。それからこちら、山田雄吉の作品は、自分の中だけで守っている閉ざされた愛を表現する、愛する人々へのオマージュともいえるポートレートなんです。特殊な和紙に描いた無彩色の絵はとても東洋的で、和室で飾ってもとてもしっくりします。そしてこちらは上杉友のポートレート作品です。彼のモデルはインスタグラムに投稿される女性たちそれぞれのセルフィー写真、私を見てとつぶやくように感じられる SNS の儚く美しい女性像をキャンパスに描き、絵画作品としています。最後は真ん中のレオナルド・バルトリーニの立体作品です。イタリア人の彼の作品は、西欧の美術の原点ともいえる古代イタリアの確かな美しさを現代に披露していて、この作品を囲んで展示した三様のポートレートの不確かさとの対比が、現代アートを美しくご紹介することになるというのが、芦屋画廊京都のブース展示のコンセプトです。芦屋画廊京都は毎年こういったアートフェアに参加しております。今年は9月にはアートアジア福岡、12月には金沢工芸アート展、いろんなアートフェアに出展しておりますので、ぜひ足をお運びください。アビアント。